今回は90センチスリム水槽のレイアウトが完成しました。その報告です。デント、こんな感じに仕上がりました。かなりね、今回は満足度が高いです。はい、自分で言うのは何なんですけど、綺麗ですよね。でこの動画ではこの水系になるまでの6ヶ月かな、いや7ヶ月ですね、の管理方法、機材、魚の量、餌の回数、水替え頻度、特にライトの光の強さなど、立ち上げて初期から追っていこうと思います。この動画いいなと思ったら、よかったらチャンネル登録してまた見てください。動画制作の励みになります。グッドボタン、コメントお待ちしております。応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回は90センチスリム水槽が完成したということで、その報告です。今回ね、手間が全然かからなかったんですよ。楽勝でしたね。水替えも10日に1回ぐらい、すごい少なくて、あとは1日1分だけ眺めるだけ。水槽を1日1分眺めると、餌をあげたり魚の様子見たり、水草の様子見たり、苔の生えてる様子見たり、あとまあ CO2 の添加とかね、ちゃんとうまくできてるかなみたいなのを軽く見ながらやりました。そんな感じで、あんまり手間はかけなかったんですけど、割とうまくいったんで、その管理の仕方を共有したいなと、久々のお役立ちコンテンツというわけで、ベテランの皆さんに役に立つかわからないんですけど、はい、そんなわけで、この水槽をね、作ってもう半年7ヶ月経つんですよね。なのでまあここで一旦ね、機材とか、使った素材、あとトリミングの頻度とか水替え頻度、それとまあちょっと難しいね、液肥の頻度とか、あとなんだ、あとね、魚の量ね、それと光の量、光のセッティングですね、まあ、そんなところをね、ちょっと紹介できたらいいかなと思っております。こんな風にやったらうまくいったよっていう、ね、まあ、ちょっと一例みたいなのをね、紹介できたらいいなと思っています。はい、じゃあ早速ね、機材からやっていきましょうかね。今回は90センチスリム水槽を使いました。90センチ×奥行き25センチ、高さ30センチの水槽ですね。で、水の量が65リットルぐらいだったかな。60センチレギュラー水槽と、まあ、同じぐらいの水量が入れられる水槽なんですけど、9500円で、買ったんですよね。まあ、とても安くて、まあ、手軽にワイド感を味わえる水槽ということで、まあ、90センチスリム水槽、めちゃくちゃ悩んだんですけどね、90センチレギュラーを買うか、または120センチ買うかとかね、すごく悩んだっていう、まあ、動画を以前出したんですけど、でやっぱり90センチスリム水槽にしようってことで、まあ、今回ね、90センチのスリム水槽にしました。ことうきのレグラス90センチスリムですね。で、まあ、土台はこれとして、ネイチャーソイル。アマチュアがね、ちょうど欠品してた時期で、で、まあ、ちょっと新しいソイルを探してたんですけど、国産の九州産の黒土を使ったソイルなんですよね。で、栄養系のソイルということで、まあ、これを使って、まあ、どのぐらい持つのかなと、1年なのか2年なのか分かんないんで、まあ、ちょっとやってみたいなということで、この今回ね、ネイチャーソイル初めて使いました。値段がね、結構安かったんですよね。9リットルかなんかで、2000円ぐらい、安かったんですよね。アマゾニアで少しね。なので、今回はこれを使ってみました。あと、ソイル、石ですね。石は、風山石と溶岩石を使いました。で、レイアウトは、スケープイットっていうインターネットのサイトでね、作ったんですよね。イラスト描けないんですよ。僕、結構絵が下手で、絵心がないというか、なんかレイアウトとかうまく描けないんですよね。なので、こういった便利なサイトがあって、スケープイットっていうサイトを使ってレイアウトをしてみました。模擬レイアウトってやつですね。で、ここのサイトの便利なところが、どのぐらいの水量で回したらいいのかとか、どのぐらいの光の強さを出したらいいのかみたいな、まあ、アドバイスみたいなのもパッと出るんで、これね、結構役に立つんですよね。まあ、そんなわけで、この水槽に適した水量の
フィルターを購入しました。それがこのことぶきの SV4500 ってやつですね。もう廃盤になって古いやつなんですけど、安くて中古で買ったんですよね。基本的にフィルター僕はあの容器があってモーターがついてて回ればいいやって思ってるんで、別に形とかね特にこだわりはないんで、この SV4500 1時間に400リットル回るということで、まあこれでちょっとやってみようかなということでやってみました。はい。あとはヒーターは海外製のものをちょっと試しに使ってみました。まあ別に可もなく不可もなくっていう感じでね、普通に使いましたね。設定温度は24度で維持しました。あとまあ冬場は24度だったんですけど、夏場は、エアコン管理ということで今エアコン管理してます。部屋を 25.5 度かなぐらいにして、まあ除湿でやってますね。だいたい湿度 60% ぐらいので、水温が24度ぐらい維持できてますね。まあ今はエアコン管理をしていますといった感じです。ライトはアクアフレア UVA のついたブラックライトですね。ブラックライトのついた RGB ライトっていうことで、まあブラックライト T5 とか、T8 とか蛍光灯の、まあ、ブラックライトですよね。ブラックライト使うとやっぱりちょっとネオンテトラのネオン感とか、あとブッセファランダのラメ感とかね、やっぱりちょっとよく見えるんですよね、ブラックライトが入ってると。個別でブラックライト点火してる人もいるんですけど、まあ、RGB ライトにブラックライト UVA が、まあ、搭載されている、まあ、ライト4色出る、まあ、ライトを今使ってますということですね。スペックはこんな感じですね。まあ、ただこれに関しては設定いじってるんで、ちょっと実際の出力はだいぶ落としてます。なので、まあ、この辺はちょっと後で話そうかなと思ってます。機材はこんな感じですね。でうちの水道水のスペックはだいたい TDS70 ぐらいですかね。割とまあ綺麗めなんですかね。 pH は 6.8 ぐらいだったかな。うん、確かそんなもんですね。そんな感じの水道水です。まあ、東京なんですけど割とまあ綺麗な水の方なのかなと思ってます。はい。でこれで立ち上げました。はい、普通に水入れてって感じですね。この水槽を作ったのが、今年の1月の19日か1月19日に水を入れました。1月のまあ中旬かで、水入れて次の日か次の日に水替えをしたんですよね。 100% 水替えはめんどくさかったんで50% ぐらい、うん、50% ぐらい水を替えました。でその次の日も一応 50% 水を変えたのかな。そんな感じですね。その後は1週間経って水質を測ったところ、まだねアショウ酸とかが出てたんですよ。エビを入れるにはまだかなっていうことで、1週間経った時点でエビを購入しました買っただけですね。エビをとりあえず買っといて、まあアショウ酸がゼロになったらいつでも投入しようというような感じで、エビを待機させてました。で立ち上げから10日経って茶苔が少し出てきたところで、千尋スドクターを入れました。これドクターメイトって言って125リットル以下、まあ、だから90センチ水槽ぐらいですよね。90センチレギュラー水槽ぐらいの水槽を、まあ、限度としたとオゾン発生器ということで千尋スドクターメイトっていうのを入れて、あの固形抑制かな、あとまあ殺菌予防、殺菌作用があるということでエロモナス病とかね、そういうのをまあ防げるということでドクターメイトってのを入れました。これは立ち上げの時に使うとやっぱり便利で、実際固形の量がかなり減るんですよね。うん、これは多分使ってみればわかると思うんですけど、うん、かなり便利です。まあエビとかにも特に影響ないんで、うん、割と僕は立ち上げの時には特に重宝してますね。大体2週間ぐらい経ったところで茶苔がいっぱいになりました。はい。でなんかスネールとかもちょっと湧き始めて、で水質測ってみたらまあ硝酸ゼロだったんで、あまあそろそろエビ入れようじゃんということで
あらかじめ買っといて水合わせしといたレッドチェリースリンプ、これをね50匹入れました。で50匹入れて固形がどのぐらい減るかなっていう風にちょっと期待して、見てたんですけど、あの立ち上げ初期の茶こけの凄さってすごいじゃないですか。全然落ちかないんですよね。チェリースリンプ50匹だけだと全然足んなかったんですよ。なので台湾ヤマトヌマエビっていうのを20匹ぶち込みました。で台湾ヤマトヌマエビっていうのは普通のヤマトヌマエビと違って台湾周辺に住んでるエビらしくて、その個体は結構体が大きくならないんですって。ヤマトヌマエビって結構成長すると5センチとかマジででかくなるんですよ本当にでめっちゃでかくなって、でガシガシ水草の葉っぱとか食い荒らすし、すごいんですよ。ニューラージパールグラスとかやっちゃうんですよあのビロームスとかもやっちゃうんですよね。糸みたいにしちゃうんですよ。でそれちょっとあの苦い思いあったんで、大きくならない個体だということで、まあ、台湾ヤマトヌマエビトロピカルシュリンプって言われてるんですけど、それをまあ20匹入れました。確かに実際今7ヶ月経って眺めてみるとそんなに大きくなってないんですよね。一緒に入れてるコリドラスの餌をすげえ奪われるんですけど、もうそういう餌を食べるとモリモリにでっかくなってビックビックしちゃうんですけどめっちゃ大きくなるんですけど、あの全然大きくなってないんで、あいいなと、トロピカルシュリンプいいじゃんということで愛用、これからも愛用していこうかなと思ってます。でトロピカルシュリンプを入れたところ茶こけもある程度落ち着きましたといった感じになりました。はいはい。でその後この、90センチシルム水槽のメイン生態となるコリドラスピグミを入れました。これ立ち上げて3週間ぐらいの時の話ですね。コリドラスピグミを55匹、50匹プラス1割おまけみたいな感じで55匹入れました。この時点でトロピカルシルンピが20匹、レッドチェリーシルンピが50匹で、コリドラスピグミが55匹入ってると。立ち上げ3週間でこれだけの生態をドカッと入れました。うん、入れすぎですよねめちゃくちゃ入れたなっていう風に思ってるんですけど、まあいいかっていう感じですね立ち上げて4週目、1ヶ月ですね。1ヶ月経った時点でだいぶね水草が伸びてきました。でここまで放置したんでかなり汚いです。でここで1回トリミングしましたね。立ち上げて1ヶ月目でトリミングしました。で水草この状態だとまだね全然汚いんですけど、トリミングをして切った頭頂部ですね、それを植え直ししてます。植え直しっていうんですかね、うんそうするとまあちょっと株も増えて、まあいい感じに生い茂ってくれるんで、まあ最初ね水草いっぱい入れましたけど、さらに、密にして、植えました。はい、そんなことをしました。それとあとブセファランドラを立ち上げて1ヶ月でねこれ配置しました。でブセは立ち上げ初期に入れると調子崩しちゃうかなと思って、もともと水上栽培というか水上用としてまあ水槽で管理してたものがありまして、まあ、これもちょっと動画があるんですけど、それを水中に入れた時にやっぱり元気なくなっちゃうっていうねことがあるらしいんですよ。なのでここはちょっと慎重にということで、水質が落ち着いた頃にねブセを入れようかなということで、今回は立ち上げて1ヶ月ぐらい経つまで、ブセを入れるのをねずっと我慢してました早く入れたかったんですけど、ブセ高いですから溶かしたらもったいないんでね、今回ブセの投入はかなり慎重にしましたね。立ち上げて1ヶ月で、ブセ投入しました。でまあそれ無事成功して今溶けずにね維持できてるんですけど、まあ、そんな感じで1ヶ月目にトリミングと、ブセの投入をしました。でそっから日は経ち4月ですね。4月にも一度トリミングをしました。これで2回ですね。4月に入る立ち上げて何ヶ月だ、ちょうどね3ヶ月です。立ち上げて3ヶ月の様子がこんな感じですね。この時にはもう CO2 の添加もしてましたし、ドクターメイトも使ってて苔も全然生えてない状態でいい感じで、でガラスの苔もね1週間に1回、いや2週間に1回ぐらいかな、
まあちょっと掃除するぐらいで十分かなっていうような感じで、水草いっぱい植えた分やっぱり苔が生えづらいかなっていう感じでしたね。で、さらに生い茂って3ヶ月半ぐらい経った状態がこちらということで、だいぶ水草がね生え揃ってきてますね。うん、だいぶ揃ってきました。で、色合いとか、あと水草の生え方の密度もいい感じに密密になってきたんで、うん、密ですっていう感じですね。とても綺麗に順調に育ってるのかなと思います。で、5月中旬に入って、だいたい立ち上げたから4ヶ月経った頃ですね。この間にも1回トリミングをしたのかな。うん、やっぱり3週間に1回ぐらいはちょっと水草ガンガン伸びるんでトリミングしてますね。で、もうこの頃になると地面というかソイルの部分に植えるスペースもないので、もう切って捨てるだけですね。切って捨てるだけね、この時期になるともう植えるスペースがないので再利用しないで捨ててました。はい、立ち上げてこれがだから4ヶ月ですね。で、ここでまあそろそろちょっと写真撮りたいなと、一枚一発綺麗なの撮りたいなということで、5月の末ですね、写真を撮るために、小魚を入れました。で、この小魚を、まあ、入れた理由なんですけど、まあ、コリドラスピグミが裏に入っちゃって写真どころじゃないということで、写真撮ろうとするとコリドラスピグミが裏に行っちゃって、その水槽には何もいないっていう、ただ水草が映ってるだけみたいな、そんな感じの写真になっちゃうんで、まあ、魚を泳がしたいなということで、ここで買ったのがボララス、マキュラータ。はい、ボララスマキュラータ、ちゃんと名前覚えましたよ。ボララスマキュラータを70匹、入れました。で、ちょっと血迷ったんですけど、コリドラスピグミ20匹もその時同時に買って、コリドラスピグミ20匹追加しました。これで合計コリドラスピグミは50匹に20匹出したんで70匹で、レッドチリスリンプは50匹で、台湾ヤマトウマイは20匹で、ボララスマキュラータ70匹入れたんですけど、ちょっと多すぎたんで20匹ぐらいに減らしました、最終的に。で、撮った写真がこちらということで、まあ最初冒頭に紹介したこの写真が立ち上げて5ヶ月目の写真です。はい、まあ、こんな感じで綺麗になりましたね。後ろにはミラーフィルム貼ってます。背景には奥行き25センチなんで、まあ大した奥行き感ないですよ。なので、このミラーフィルム貼るとね、ちょっともりって、盛った感じになるんですよね。もりもりって。あの、水草がね、もりもりした感じになるんで、これおすすめですね。あの、ミラーフィルムおすすめだよみたいな動画もあるんですけど、まあ、よかったらそれ見てもらえるといいんですけど、奥行き感が増します。はい。で、そっからですね、今、2ヶ月経ちました。さらにね、そっから2ヶ月経ちました。もう8月の頭ですからね。そこから2ヶ月経って、その間にしたことはトリミングをしたんですけど、もうね、この時期になるとトリミング繰り返しすぎて根元が根っこだらけになっちゃうんですよね。ひげ根だらけ、白いひげ根だらけ。あの、トリミングして水草レイアウトやってる方多分経験あると思うんですけど、もうね、あの、根っこだらけになっちゃうんですよ。ソイルの上が根っこだらけ、こっからどうやって新芽出んのみたいな感じになっちゃって、切り詰めたら新芽出てこないし、どうしようかなってちょっと悩む時期なんですけど、今回は僕は全部引っこ抜きました。引っこ抜いたっていうか、まあちょっとかなり切りましたね。切ってもう一度植え直しをしました。で、立ち上げてだから半年で植え直しをしたんですよね。ソイルそのままで植え直しをしました。で、植え直しをして今現在こんな感じですね。これが今の現在です。なので、一度半年でトリミング、半年で一応水系を完成させて、で、トリミングしたけど、まあ、もうちょっとこれ以上トリミングが無理だなということで、一回全部半リセットみたいな感じですよね。頭頂部だけ残してまた植え替えですよっていうのをやりました。それで今、2クール目に突入してます。2クール目ワンクール、まあ、終わったんで、で、今2クール目ですね。水草を植え直したっていうことで。で、ちょっと、足した水草もあるのかな。
せっかくねリセットする、半リセットみたいなプチリセットってやつですよね。まあプチリセットどうやんのっていう話ちょっとすると長くなるんで、また今度ね別の動画にしようかなと思ってるんです。別の水槽でもちょっとプチリセットしたんで、まあ、別の動画でもしようかなと思ってるんですけど、まあそんな感じで水草植え替えましたと。で現在はこんな感じ。はい、トリミングしたばっかなんでね、そんな綺麗じゃないんですけど、まあでも綺麗にしっかりね育ってますよ。はい、こんな感じです。ここでね今回のまあ水草は綺麗にうまくいって、苔もなかなか生えずにねうまくやれたんですけど、こんな感じの流れでこの水槽をまあ維持してます。で日々のまあデイトレじゃないですけど、なんていうんですかね日課日課っていうんですか、日々の日常ということで、やってることがまあ餌とあと水替えですよね。で CO2 の添加と液肥の添加、まあそのあたりについてなんですけど、最初に餌ですね。餌は2日に1回、ちびこり用の餌を2日に1回、でボララスマキュラータ用の餌を2日に1回あげてます。なので交互に、今日はマキフコで、で次の日は、ピグミとピグミの餌あげようというような感じで交互にやってます。でエビは勝手にちびこり用餌とかを奪ってくんで、まあ、エビに特別餌はあげてません。そんな感じですね。まあ餌の量はまあちょっとですかね、まあそんなすぐ食べきれるような量入れてます。でピグミはゆっくり食べるんで割と多めの量入れてます。エビにも奪われるんでね餌を。はい、そんな感じでやってます餌は。で水替えは2週間に1回から10日に1回ぐらい、うん、してますね。で苔掃除、ちょうど苔ガラス面に苔がちょっと生えてきたかな、部分的に生えてきたなっていうのを感じる頃がだいたい2週間ぐらいなんですよ。なので、まあ、苔掃除と一緒に、まあ、軽くね軽い苔掃除と一緒にやってますと。水替えをだいたい 50% 半分ぐらい書いてますね。ドカッと半分ぐらい書いちゃってます。はい、で液肥の添加は基本的には水草の様子見ながら入れてるんですけど、カリウムは毎日入れてます。3プッシュぐらい、適当に4プッシュ、3、4プッシュ。でこの液肥は、黄昏さんの液肥どうやって作るのみたいな液肥のおすすめの粉あるみたいな、白い粉っすよね、白い粉どこで買うのみたいな感じでちょっと教えてもらって液肥作ってます。あと微量元素、これに関しては、まあ、ホームセンターで適当に買って微量元素のやつをあんまり入れないですね。めったに入れないんですけど、ミューラジパールグラスを入れてるんですよ。でそれの成長具合を見て入れてます。なんかちょっとエビに食われ始めたなみたいな、成長鈍ってきたなみたいな感じになったら入れてます。いい感じにね生えてるうちは微量元素入れないでやってますけど、まあ適当に入れるってのが結構微量元素難しくて、1日1回とか多いのかな、まだね僕ちょっといまいちわかんないんですけど、よかったら微量元素のね添加頻度教えてください。本当に難しくて、ミューラジパールグラスがちょっと元気なくなってきたなって思ったらワンプッシュ入れてますね。微量元素ね微量元素ってなんだよっていう感じなんですけど、はい、鉄、銅、亜鉛、モリブデン、カルシウムみたいなね、そんな感じのやつですホームセンターで微量元素売ってるんでそれをぶち込んでますね。液肥ですね。はい、それを入れてるのと、あと CO2 の添加はまあ、1秒に2滴とか、まあ、3滴、その辺はちょっと適当ですね。夜間エアレーションしてるんでそんなにエビが酸欠になることはないんですけど、CO2 の添加をして、夜間はエアレーションしてます。ライトがついてる時間は CO2 が添加されて、ライトがついてない時間はエアレーションされて、まあ抜起してるような感じですね。エアレーションも別に普通にチューブ突っ込んでタイマー管理してるだけですね。このアクリルのチューブなんですけど、まあ大きい粒で水面を揺らすためなんでね、細かい粒だとあまり水面揺れないんで、大きい泡が出るようにあえてこういうようなスタイルで、やってます。はい、そんなとこですね、維持としては。で、ライトについてです。ライトは90センチ用のアカフレ UVA M シリーズ
M900RGB っていうのを使ってるんですけど、で RGB ライトなんで、今流行りの調光できる RGB ライトですよね。強さが変えられるってやつですね。出力 100% の出力だとまあまあ高いルーメン数出せるんですけど、この 90cm スリム水槽にそこまでそんなに強い光量は必要ないです。はい、まあどんな出力でやったのかっていうと 70% 出力でこんな感じで、設定してます。まあ、ちょっと青強めが透明感があってね好きなんで青強めで、で UVA は 100% にしてます。で総出力でだいたい 70% ぐらいの出力ですね。それをどのぐらい当てるの、8時間ぐらい当ててんのかな。うん、でこの状態で気泡もバンバン上がってるし、まあ、苔も生えづらいしちょうど良くなってます。でライトを水槽の後ろ側にちょっと寄せてね、でシェードをすることで前傾層にあまり強い光量がいかなくなるんで、まあこんな感じで使ってますと。で実際とかどのくらいの光の量が当たってるのかなっていうことで、PPFD 測定してみて、測定をしました。 PPFD ってのはまあなんていうんですかね、まあ光合成の効率みたいな、そんな感じですね。光合成効率みたいな。でこれが強すぎちゃうと苔が生えちゃったりするし、陰性水草だったらちょっと低い値がいいみたいな、まあ基準があるんですけど、この水槽だとだいたい水深20センチぐらいかなのところで PPFD が、真ん中でだいたい150ぐらい、140-150ぐらいで、でサイドでまあ100ちょっとですね、100ないぐらい、80-100ぐらいか、うん、サイドでそんなもんですね。でフロント手前側になるとだいたい50とか80ぐらいにまで落ちます。これ水深20、ちょうど20センチのところですね。水草が今ちょうど生えてるようなあたりです。まあ、そのあたりでこんな感じの分布になるんで、まあちょうどいいかなと。これ以上当てちゃうと200とかね、あの後継層で200とかいっちゃうし、手前のブセとか陰性水草にあんまりね強い光当てちゃうと黒ひげ苔とかすごい生えるし、葉っぱもね元気でなくなっちゃうんで、まあこんな感じの設定だとこんぐらいの設定でうまくやれてます。一応ブセとかはあの陰性水草系は30とか40とかそのあたりを目指すといいみたいなんですけど、で有形層はまあ150とかで200とかいっちゃうと、この数値が200とかいっちゃうと苔がいっぱい生えちゃったりとか、難しい管理が難しくなっちゃうんですよね。まあ、だから100-150ぐらいをちょっと目指すように、まあ、やってて、でうちではまあ少し強めの150ぐらいをやってますと。光量はまあこんな設定でこのぐらいのパワーで、でこんな感じの水系が作れるといった感じになってます。はい、水中で測らないと PPFD 400とかこの設定だとね500とかあるんですけど、実際水中で測るとかなり減衰するんで、でしかもこれガラスの蓋つけてるんですよ。水槽の上にガラスの蓋つけてるんで、さらにそれでも減衰するんで20ぐらい減るんですよね。測ってみたら20ぐらい差が出たんで、まあ、ガラスの蓋を置いて、でまあちょうどいいかなといった感じになってます。はい、そんな感じです。ちょっと光量についてはニッチな内容だったんですけど、まあ以上になりますね。はい、というわけでまあこんな感じで、90センチスリム水槽のどんな管理をしたのか、どのぐらいのパワーで、光で照らしていたかっていうのをちょっと紹介させていただきました。まあ、長くなっちゃいましたね。はい、あんまり長いとね最後まで見てくれ最後まで見てくれる人がね少なくなっちゃうんで、半分ぐらいに切ればよかったかな。まあいいんだけど、まあそんな感じで今回は、以上になります。参考になったよって方ね、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。また見てくださいね。ということでまとめると、90センチスリム水槽で水草レイアウトをするとき、弱い光で育てると管理がとっても簡単。ということで、今回は以上になります。ではまた見てくださいね。バイバイ。
ついに近所に ADA の特約店ができました。ついついいくつか商品を買ってきてしまいました。次回はお店の外観、中の様子、商品のラインナップとか、そのあたりを紹介したいなと思ってます。